茨城県道169号、菅谷小原内水戸線は、茨城県中市菅谷から、水戸市に至る県道である。中市、菅谷の国道349号交点から、水戸市が谷町やざ小原内を経由して、道市渡り町の国道123号、国田、大橋西交差点を結ぶ、県道路線。中川を渡る、国田大橋の区間は、 茨城県道63号水戸勝田中港線と、徴用する。水戸市田谷町から菅谷へ向かって、経路途中にある、中市内の後大区先交差点でそのまま直進して、国道349号の旧道に至るルートは、かつての菅谷小原内水戸線のルートである。現在では、五大区先交差点で右折して、下菅谷湖線橋で JR 水軍線を越して、 国道349号と交差する、堀の内交差点へ至る、都市計画道路、菅谷飯田線のルートとなっている。1959年10月14日、新たな県道として、中郡中町大技、菅谷を起点とし、水戸市を終点とする区間を本路線とする県道、菅谷小原内、水戸線として、茨城県が県道路線認定した。 1995年に整理番号169となり、現在に至る。県では、2016年に、水戸、勝田環状道路を構成する都市計画道路、菅谷飯田線の国道349号から、JR 水軍線をまたぐしも菅谷湖線橋を含む、新道区間の共用を開始し、県道の起点が、堀の内交差点となった。 1959年の路線認定から2017年3月までの間、県道、菅谷小原内水戸線に指定されていた中市、菅谷の旧ルート。道路法の規定に基づき、中市五大同士姿にまわ、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を建てることが制限されている。ありがとうございます。